は誰でも優しい人ばかり。だからおはようございますの帽子屋さん、赤い帽子、紫の帽子、みんな見上げます。一つずつルル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 、笑ってください。そして手をつないで、疲れるだけですよ。憎んで見たところで、だからおはようございますの帽子屋さん、一言話をすれば誰でも友達。だからおはようございますの帽子屋さん、白いの